私もかつて無職として成績目標に追われていました。日々の外回りやクライアントとの打ち合わせ、そしてプレッシャーの中で自分に自信が持てなくなる瞬間が何度もありました。例えばある重要なプレゼンの場面でうまく話せず、自分の提案をうまく伝えることができなかったことがありました。その時周囲の期待に応えられなかったという気持ちが強く、後で振り返ると自分にもっと自信があれば違った結果になっていたかもしれないと悔しく感じました。そんな時、私は自信を持つために3つの具体的な方法を試してみました。それが自分の強みを見つけること、小さな目標を設定して達成すること、そしてポジティブな自己対話を意識することです。この3つを実践することで自然と自信がついてきました。まず最初に自分の強みを知ることです。営業の仕事は人と関わることが多く、常に他人と自分を比較してしまうことがあるかもしれません。しかし他人と比較するのではなく、自分がこれまでどんな成果を上げてきたのかを振り返ることで自己評価が変わります。例えば、私は一度クライアントとの信頼関係を築くことが得意であると気づきました。その結果、成績目標が達成できなかった時も長期的には関係構築の強みだと理解し、そこに自信を持つようになりました。これがあなたにとっての強みかもしれません。次に、小さな目標を設定することです。営業成績の目標は大きく感じられるかもしれませんが、1日1回クライアントに自信を持って提案するというような小さな成功を積み重ねることが重要です。これにより毎日の達成感が得られ、自分への信頼が少しずつ増していきます。私自身もプレッシャーに押しつぶされそうになった時に小さな目標を設定しました。例えば毎日1つ提案を成功させる、あるいは1日10分だけスキルアップのために本を読むなど、無理のない範囲で行動に移すことが次の大きなステップにつながります。最後にポジティブな自己対話です。営業の現場では失敗することもあります。私はその度にまたダメだったと自分を責めていましたが、それを次は必ずうまくいくと考えるように変えていきました。失敗は次への学びと捉え、自己否定を避けることが重要です。例えば提案がうまくいかなかったとしても、その経験を通して学んだことや次にどう改善するかを考え、自分を励ますように意識することで自然と自信がついてきました。こうした小さな前向きな言葉が日々の自分を支える大きな力になります。これら3つの方法、自分の強みを見つける、小さな目標を設定して達成する、そしてポジティブな自己対話を意識することを実践することで、あなたも自信を少しずつ取り戻すことができるはずです。営業の仕事は決して簡単ではありませんが、毎日の積み重ねがあなたの成長と成功につながります。自分の目標や明るい未来に向けて一緒に頑張っていきましょう。